1つ負け越しているんですけれども、ここのところ勝ち点が伸び悩んでいる要因、中田さん、どんなところに感じてますか？やはり先に失点してしまうっていうところ。これは前田が拾って抜けてきます。前田大然、前田よく、まだ拾った前田大然、前田の前にこぼれてからはもう前田のスピードですよね。秦野もいい飛び出ししたと思うんですよね。ただチアゴ・マルチェンスに永井が行きます。小池、おっとこれは前田が来た、フリックして中川ですが、森重のタックルは正当なタックルというジャッジです。挟み込んでしまってますね。そうですね、少し遅れてますね。これは PK です。追加点のチャンスで F マリノス。決めました。ここも始めます。扇原、歯を狙ったクロス、旗のかぶったボレーシュート、小池が決めましたっていうところはあったと思いますけども、旗のここちょっとイージーなミスでしたよね。キャッチするのか弾くのかっていうのが少し中途半端になったところ。ふわっと入れて、PK。イエローカードが2枚目、森重退場。決めました。その先にどうしても10人ですから、味方がなかなか置けない FC 東京です。ヒラトンクロス、前田大然。ポジション取りも素晴らしかったですし、またヘディングもうまく合わせましたね。だけダメージがあっただろうなというのは分かりますね。レオセアラから右へ、さあ水沼残した、水沼マイナスシュートだ、小池。カウンターの形ですよね。レオセアラも落ち着いて水沼見てましたし、クロスが来ます。おっとこれはオウンゴール。うまく入れ替わって小池、右のスペース、水沼行く、水沼交代。試合終了。なんとスコアは8対0。